こんにちは。話すことがうまくなりたいと常々思っているのですが、最近話がうまくなるためには聞くことがうまくならないといけないということに気がつきました。相手に話をしようと思えば、相手の考えをしっかり聞き、それに合わせてこちらも話題を選んでいかなければいけません。 相手の気持ちを無視して、こちらの思いばかりを話していれば、相手にとって失礼なことだし、相手と心を分かち合えるはずがありません。そう思って、今までの私を振り返ったとき、人の話を中途半端にしか聞かないで、自分の思いを一方的に押し付けていたのでは、と反省することがいっぱいあります。 このままではいけないと思っていたときに、こんなタイトルが。聞く力、心を開く35のヒント。阿川沢子。阿川さんといえば、お父様が小説家の阿川博之さん。ご本人もとても聡明そうな方です。テレビや雑誌などで、 さまざまな方と対談をされ、その穏やかな表情やキレのいい切り返しなど、聞くということのお手本になるような方です。しかし、ご本人は意外にもインタビューに対して苦手意識を持っていられるようです。今でも対談の前はとても緊張されるとか、 でもそういう苦手意識を持っていられるおかげで人の話を引き出すいろいろな工夫や極意を見つけ出してこられたようです今回はその一部をご紹介しますはじめに阿川さんは聞き上手とはどんなことなのか書いていますまず聞くときは相手の話に集中する これは基本中の基本ですね。以前私は家族に話しかけられてもパソコンの画面を見ながら話を聞いていたことがあります。私としては耳は家族の方に意識を向けて聞いているつもりでした。でも家族からはちゃんと話を聞いてないと言われてしまい、それからは話をするときには手を休めて、 しっかり相手の方を見て聞くようにしています。阿川さんはインタビューするときには大きな柱を3本用意するそうです。その大きな柱に沿って話を進めていくのです。しかし予定通りいかないことだってもちろんあります。予定を崩されたときはちょっと崩されたままにしておいて なるべく早く軌道修正して予定通りの話に戻すそのままの流れに任せて全面的に方向転換してしまうという方法があります方向転換のやり方をした場合意外に面白い転換になることがあるそうですよあれと思ったことを質問してみると 相手からは自分に関心を持ってるなと思われて思わぬ話の広がりにつながることがあります。またこれはインタビューでのことですがこっちの話が面白いに違いないと自分で決めつけて臨むと失敗しやすいようです。勝手に決めつけてしまうことで本当はもっと面白いかもしれない話題に 行き着かないことがあるからです。決めつけないためにも相手を見る。すなわち、相手の心の中は今どんな状態になっているのかを思うばかることが大切です。具体的にはどのようにすればいいでしょうか。例えば、自分ならどう思うか考えてみることです。そうすれば、相手との距離が近くなり、 相手の気持ちが分かってくるものです。話を聞いているときに感動して相手に感情移入してしまうことがあります。でも、どんなに自分と重ね合わせて感動しても、あなたの気持ちをすべて理解した、わかるわかる、ということにはなりません。自分は同じ経験をしてないのだから、 相手の気持ちが本当にわかるはずがないのです。適当にわかるなんて言ってしまうと、相手は何がわかるんだいい加減なことを言うなという感情を持ってしまいますよね。では、聞く醍醐味はどういうところにあるのでしょうかまさにトークは生もの。 予定通りにはいかないことの方が多いんです。そこが面白いんです。また、話しての頭の中の引き出しから意外なものを見つける面白さ。一見無駄だと思われる話の中に大切な言葉が転がっていることがあります。そんな中、話しにくい話を聞き出すためには、 相手との信頼関係がなければなりません。初対面の人にもいかに信用してもらえるか、それも話をする中で気づ,気づいていくものなんです。先ほども似たようなことを言いましたが、先入観を初めに持ちながら話を聞かないようにします。人は会う人に応じて、 いろいろな側面の自分を見せているものです。なのに、はじめから、この人はこういう人だ、と先入観を持って話をすると、その先入観にあった側面しか見せてもらえないことになります。どんな人でも、いろいろな側面を持っているものです。そのことを忘れないようにして、どんな側面を見せられても対応できるように、 心を柔軟にしておく必要がありますね。そして話している間に今まで見たこともなかったその人の違う側面が見えたらそれはとても素敵なことですね。最後に話しやすい聞き方についてまとめておきましょう。相槌を打つ何も反応しないで聞かれると話す方は とても話しにくいですよね。それおかしくないとか、もし私ならこうするけど、なんて相手が話している最中に自分の意見を挟まないようにします。ただ聞くこと、それが相手の心を開く鍵となるのです。相手の話に対して、 という言葉は相手を軽く侮辱する意味が込められているように聞こえるので極力使わないようにしましょう。オウム返しも有効。例えば先週沖縄に行ってきてね沖縄とか僕実はとても怖がりなんです怖がりといった具合に使います これは驚いた時に使いますが、話して自身の心を喚起させる効果があります。他に、具体的には例えばなども有効です。相手はさらにわかりやすく答えてくれます。それででそれからという言葉は話を先に促すことができます。 なぜどうしては理由を説明してもらいたいときに使います。本当に嘘これは大むがえし以上に驚いたときに使います。これらの言葉を上手に使って聞き上手になりましょう。初対面の人への近づき方は ただ愛想よくすればいいというのではありません。相手のペースや段取りや心構えを無視して一方的に自分のリズムを押し付けると人によっては喜ぶどころかむしろ警戒する場合があります。相手が謙遜したり自分を否定するような言葉を使った場合それに対して どんな言葉を使うのが適当であるか、そこには決まりはありません。その言葉に込められた気持ちがきちんと伝わりさえすれば、相手の心を安心させることができます。人と会話するときは、相手の目を見るのが礼儀です。ただ、視線を合わさない文化もありますので、気をつけてください。 日本もややそれに当てはまるところがありますので首のあたりを見るとか時々下を向くとかして視線をしっかり合わせすぎないようにした方がいいでしょう相手の視線より高いところで腕組みをしてなんていうのは失礼極まりない行為ですのでやめましょうそれから簡単にわかりますと言わない 知ったかぶりをしない、大事なポイントを聞き逃さない、なども相手が話しやすくなるコスです。相手のテンポを大事にして、相手の言葉が出てくるまで待つようにしましょう。その人その人のテンポがあり、早口でポンポン話す人もいれば、ぽつりぽつり言葉を選びながら話す人もいます。 自分のテンポに合わないからと言って、すぐに、つまりそれはこういうことですかなどと勝手に予測して、先回りして口を挟まないようにしましょう。相手にとっては失礼ですよね。ここまでいろいろご紹介しましたが、要するに相手の立場に立って考えながら話をすればいいのかな と私なりに解釈しました。もし自分ならこんな風に聞いてもらいたいとか、こんな聞き方をされたらちょっと傷つくかもと考えると、より良い聞き方がわかってくるのではないでしょうか。聞くことは相手の心を思いやること。最終的にはここに行き当たるのではないでしょうか。 ところで、この本なんですが、阿川さんが対談されたいろいろなゲストの方とのエピソードがたくさん載っています。その一つ一つがとても面白いんです。時には阿川さんの失敗談もあったり、またゲストの意外な一面が見えたりして、楽しく読み進めることができました。それだけでも一見の価値ありです。 どうぞ気軽に読んでみてください。最後までお付き合いくださってありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録してくださいね。